ニコラス・カーライル・ダーリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ラカナダ・フリントリジ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス参加所属。2008年の MLB ドラフト50巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで、プロデビュー。2009年もルーキー級、 ガルフコーストリーグでプレーした。2010年はガルフコーストリーグでプレーしていたが、7月1日から A-9 スタテンアイランドヤンキースに昇格。2011年は A 級チャールストンリバードックス、A 級タンパヤンキースでプレー。2012年は A 級タンパでプレー。9月3日から A 級トレントンサンダーでプレーした。11月20日に40人ワーク入りを果たした。 2013年は AA 級トレントンで開幕を迎え、5月13日にトリプ AA、A、級スクラントンウィルクスバリレールライダースに昇格した。翌日再び AA 級トレントンに降格した。AA 級トレントンでは27試合に登板して11勝8敗、防御率3.88、137奪三振を記録した。二千十四年三月十二日に AA、A、級 スクラントン・ウィルクスバリへ移動したが、4月26日に自由契約となった。5月23日にヤンキースとマイナー契約で再契約した。この年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース1とトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでプレー。トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでは13試合に登板して5勝3敗、防御率4.62。 44奪三振を記録した。オフの11月7日に FA となった。2014年12月6日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2015年は参加の A 級サンノゼジャイアンツとトリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレーし、2球団合計で20試合に先発登板して8勝8敗、防御率4.39、88奪三振を 記録した。オフの11月6日に FA となった。2015年11月24日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、翌2016年のスプリングトレーニング中の3月28日に自由契約となった。その後、4月3日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。参加の AQ ポートランドシードックスでプレイし、20試合に 登板して1勝2敗、防御率4.29、48奪三振の成績を残したが、7月14日に自由契約となった。2016年7月27日に、独立リーグであるアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約。10試合に登板して5勝1敗、防御率2.02、66奪三振を記録した。 2016年10月21日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕を参カの AAQ チャタヌーがルックアウトで迎え、トリプル AQ ロチェスターレッドウィングスを経て6月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に登板して0勝2敗。 防御率11.21、13奪三振を記録した。2017年11月5日に、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。2018年1月29日、成長ホルモンの放出を刺激する、性能向上物質であるイパモレリンの陽性反応が出たため、開幕から80試合の出場停止となった。 この年はメジャー及びマイナーともに登板機会がなく、レギュラーシーズン終了後の10月4日に40人枠外となった。2019年も登板機会がなかった。2020年7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。2021年1月12日にリーフとなった。2021年1月14日に金銭とのトレードで、 オークランドアスレチックスへ移籍したが、3月21日にウェーバー工事を経て、ホワイトソックスへ移籍した。だが、3月30日に J クラムの加入に伴って、リーフとなり、4月1日にマイナー契約となった。平均球速140時速 146km のストレートと124時速 127km のカーブとチェンジアップを持つ。ありがとうございます。